戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからヘルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月？どういうことだ？紋章機の翼と関係があると思うわ。あの翼、あれは一体何なのだ。リミッターを解除した姿。え、紋章機本来の姿と言っていいよね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると少々厄介なことになりそうだ。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかし、あの5人にノアの紋章機を使いこなせるかな。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のためあの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、早まった真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。私が広告から追放された時も、それ以降も私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたき幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね、言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの。なるほど。白き月と紋章機、そしてエルシオールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容じゃな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。
王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にも、まだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなのですが。しかしファーゴも惑星ドームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこなら。あるいはうん、惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト准将。時に書くとよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があったが、軍の施設や官邸に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのじゃ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。はい、惑星ブラマンシュの軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。
連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマン諸財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛に通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマンシュと申します。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っておりますからな。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、公国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマンシュも共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構。時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つもよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯ごたえがありそうだ。いや、こちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ロッド疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。あら、タクトさん。タクトさんも一緒にお茶いかがですか。あんたも休憩？みんな考えることは同じね。補給中は暇だしね。ま、数日ぶりにのんびりできていいけど。今は英気を養う時間です。父が私に。そうでしたか。
まあ何か言ってくるだろうとは思っていましたが。父が心配してくれているのはありがたいのですが、ただ私が何か意見を言ったところで、お前は子供だからと耳を貸してもらえませんから。うちの父の場合は特別ですの。本当に強引で自分勝手で、今は戦況も芳しくありませんから、前にも増して家に帰ってこいとうるさく言われるに決まっていますわ。いえ、あの父のことですから、私が実家の近くに来ているのをいいことに、想像もつかないようなことをするかも。そうだといいのですが。話も聞いてもらえないのではどうしようもありませんわ。それは寂しくないと申し上げれば嘘になりますけど、私も父が嫌いなわけではありませんから。タクトさん、どうしてそんなに私と父のことを気になさいますの？まあそう言っていただけると私も嬉しいですわ。なんかさっきから二人でいい雰囲気じゃない？そうだね、羨ましいよね。え、いい雰囲気って何のことですか？タクトさんとミントさんのことではないかと思います。皆さん、私とタクトさんは別に。ミントブラマンシュさん、ブラマンシュ家よりお客様がお見えになっています。至急格納庫までお願いします。あら、実家から？父の使いでしょうか。仕方ありませんわね。ちょっと行ってまいります。あ、ミントのケーキもらってもいい？あんた意地汚いわね。だって美味しそうなんだもん。どうぞ差し上げますわ。それでは失礼します。実際のとこミントとはどうなのさ。エンジェル隊、ミントブラマンシュさん、3番機のチェックについて整備班長より連絡です。至急格納庫までお願いします。なんだ、結構早かったな。もっとゆっくりしていてもよかったんだぞ。修理や物資の補給はほぼ終わりってところだ。あとは燃料補給が終わり次第出発できる。はい、ブリッジです。こちら格納庫。ミントさんがまだ来ないんだけど、もう一度呼び出してもらえないかしら。あ、はい、わかりました。しっかり者のミントさんにしては珍しいですね。失礼します。
トさん、ミントがどこにいるか知りませんか？はい、ちょっと用事があってミントのお部屋にも行ってみたんですけど、何回呼んでも返事がないんですよ。いえ、ブラマンシュ家の方は先ほどお帰りになっています。これは何かあったのかもしれんな。ミント、どこに行っちゃったんでしょう。了解しました。わかった。お前はどうする、タクト。部屋にはいないのかしら。わかった。今ロックを開ける。いないようです。部屋の中で倒れてるって線も消えたか。バッグやよそ行きの類は全部残ってるようだよ。船の外に出て行った風には見えないね。それがどうしたのよ。ミルフィーみたくまたボケをかましたりしないでよ。へえ、それじゃあ思い出の品ってわけですね。ちょっと待って、マグカップにココアが残ってるわよ。まだ少し温かい。こっちのティーカップも中身が残ったままだよ。妙だね。ここは惑星ブラマンシュの軌道上だ。最悪の場合、戦況に恐れをなしたミントが実家に逃げ帰ったという可能性もありうるね。ホルテさん、ミントに限ってそんなことするはずないですよ。おや、自分は信じてるって顔だね。それは確かに。じゃあ誰かがミントをさらってったってこと？着ぐるみ。もしかすると私はミントさんを見ていたかもしれません。格納庫で補給物資の搬入を手伝っていた時、ブラマンシュ財閥の人たちが大きな着ぐるみを運んで出て行ったのです。まるで
大福餅のような着ぐるみだったので、不思議に思って訪ねてみたところ。民刀嬢様から気に入らなかったので、処分してほしいと頼まれた、と答えられました。ということは、ミントはその着ぐるみに押し込められてお家の人に連れ去られたってことですか？父親だからって無理やり連れ戻すなんて、強引にも程があるわよ。状況証拠としちゃ十分だね。だけど、それでどうするんだい、タクト。ブラマンシュ財閥に連絡入れてミントを返してくれって頼むかい？じゃあどうするんですか？それでこそ私らの司令官だ。頼むよ、タクト。ご無事を祈っています。ああ、どうした？ミントは見つかったか？なんだと？お前、今がどういう状況か分かってるのか？としては何としても止めるべきなのだ。出航は6時間後だ。それまでに戻ってこい。いいな。分かった。格納庫には連絡しておく。